はいどうも皆さん、こんにちは。眠い人は高評価。というわけで、まずお知らせなんですけど、今日の夜9時から、ストリーマーフェスティバルという、フォトナ YouTuber や配信者が参加する大会に、当チャンネルも出場します。これは配信もするので、ぜひ見に来てください。そんなわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップが激アツになっています。最初に、コンテンツクリエイターのところに先行配布がされていた、レザーフェイスとセットのアイテムが販売されています。特に、チェーンソーのつらしがめちゃくちゃおすすめです。さらに待ってる人も多かった、エディブロックバージョンのベノムがついに再販されています。これは1030、2日ぶりに再販されたもので、前回の販売は2021年の12月末となっていました。そのため体感約3年ぶりくらいの再販です。まあ、エディに関しても前回のアップデでデータ更新があったので、それがガチできたわけです。まあ、そう考えるとデータ更新があったり、ショップセクションが追加されたりしているのに全然来なかった。リバイアさんって何なんでしょうか？普通はこういう風にちゃんと来るんですよ。あとは、シニストロフォビアというラップが359インチぶり。この2つのチラシが176日ぶり。フラッパーというエモートが194日ぶり、キャリーとビクトリーラップが137日ぶり、ジャングルスカウトが128日ぶりに再販されているので、ショップでアイテムを購入する際は、忘れずにクレーターサポート、SHPO もよろしくお願いします。アイテムショップの右下から、今すぐしてください。次は今後来るものについて、いろいろ分かったので、まとめていくんですが、まず D23 というイベントで、登場が示唆されていた、デッドプールフィッシュスティックは、ちょっと前にスキンのデータが判明し、登場が確定していたんですが、なんとこれ、30日のショップで販売されます。しかもこれは、コンテンツクリエイターのところに28日の夜11時に先行配布されます。というかクリエイターもらいすぎでしょ。まあそれは置いといて、なんとエピックからのメールには、このデッドプール魚が今回のマーベルシーズンを締めくくる最後の一つのスキンであると記載されていました。そのわけでもうマーベルの新スキンは今シーズンは来ないみたいです。ちなみにセットの内容はスキンとバックアクセで 1500B バックスでの販売となっています。あとはロケットリーグの方で今日販売されているブガッティセントディエッジという車にはフォトアに対応すると書いてあるんですが、まだフォトアには登場していないので、これが今後来るんじゃないかと言われています。他にも前回のアップデートで追加されていたこのラップが現在データが欠損していて販売ができない状態となっています。最新アップデートが来ても修正がされなかったわけです。さらに今後来るものといえば、昨日はアップデートがありましたよね。ダウンタイムは17時から始まって最長で2時間半の予定だったんですが、実際に終わったのは午後19時半だったので、ガチでこの2時間半で終わっていました。で、昨日は爆速リークまとめを出していないんですが、その理由としては新スキンの追加や大きな変化が何もなかったからです。多分動画にしたら30秒で終わります。ただ以前から話題になっていたワンタイムに関することはいろいろ明らかになったのでまとめていくんですが、まず今シーズンの最後にみんなが待ち望んでいるワンタイムがあるのかというと、正直微妙です。まあワンタイムといっても割としょぼいミニイベントや結構デカめのワンタイム、さらにはコンサートイベントがあると思うんですが、このデカめのワンタイムが来る可能性は多少低くなっています。まず最新アップデートで追加されたワンタイムのデータ容量はなんと 22MB しかありませんでした。これは歴代で一番小さいデータ容量となっていて、動画にすると画質とかにもよるので一概に言えないんですが、30秒くらいの映像のサイズになっているらしいです。ちなみにしょぼいと言われていたニトロ工場が爆発するイベントが確か 160MB くらいだったので、あれと比べてもデータ容量は8分の1になっています。で、こんなに小さいと考えられることとしては、まず暗号化されたりデータが圧縮されているんじゃないかということです。ただ多分これはなくて、今までのイベントのデータは圧縮されたりしていても、さっきの160メガとか500メガバイトくらいあったので、この 22MB は明らかに異常です。で、もう一つ考えられることが、本物のワンタイムのデータはリーク対策として誰も知らないところに保存されている、あるいはイベントの直前にデータが追加されるんじゃないかということです。で、前者に関しては探しようがないので何とも言えないんですが、後者のイベント直前にデータが追加されるというのは、実は UEFN というクリエマップを使ったワンタイムであれば可能になっています。皆さんも新しくクリエで遊ぶ際にデータをダウンロード中みたいなクソ長い表示が出ることがたまにあると思います。あんな感じで直前にデータをダウンロードし、ワンタイムというか、まあクリエマップを見ることができる可能性が現状は高そうです。ちなみにエピック社員が今日の朝に意味深なツイートをしていて、それを訳すると、朝起きてネット上に何もリークされていないのを見るのはとても幸せなことだというツイートをしていました。そのわけで今回のワンタイムに関することは、リーク対策で事前にデータが流出しないように今回はクリエというか UEFN を経由して開催されるんじゃないかと予想されているわけです。とはいえワンタイムに関してリークされていることもいくつかあって、まず今回のワンタイムではカウントダウンタイマーがリスタートリールズに出現します。さらにイベント内ではラフト、ニトロドローム、グリムゲート、フリーキーフィールドが関係しているらしく、あの巨人の腕も登場する可能性が高いと言われています。他にもこのイベントは6フェーズもあると以前から言われていて、4フェーズ目ではこういう空が光る演出がされるみたいです。さらにスプレーの絵文字みたいなやつが空から降ってくるみたいなことも起きるっぽいです。なんかこれはちょっとコンサートイベントっぽいですよね。他にもイベント内ではシネマティックムービーが流れることも
判明しています。他にも今後ロビー画面にはタイマーが登場し、この白いところにイベントに関するサムネが表示されるんですが、これは現在暗号化されています。まあそんなわけで今シーズンの最後には何らかのイベントはほぼほぼあるとは現状言われているんですが、今までとは違っていることがかなり多いので、正直どうなるかは分かりません。果たして本当に当チャンネルが以前から予想していたマシュメロのイベントは来るんでしょうか。ただイベントに関しては不穏な点もいくつかあって、まず 22MB のデータにはバージョン 32.00 という文字列が書かれていました。これは次のシーズンのバージョンになっていて、そのことからこのワンタイムは確実に次のチャプター2 OG に関係していると言われているんですが、ワンチャン今回のバージョンではワンタイムはなくて、やっぱり次のシーズンのチャプター5のフィナーレイベントしかないんじゃないかという説も浮上しています。じゃあロビーとかリストアドに登場するタイマーはなんやねんと思うはずなんですが、これはシンプルにチャプター2シーズン OG が来るまでのタイマー説とか、リストアドで何らかの映像は流れるもののワンタイムとは関係がない説などがあります。ただ今回のアップではワンタイム関係の変更しかなかったので、まあほぼあるとは思うんですが、ちょっと期待はしすぎない方がいいかもしれません。 UEFN でイベントが来るということは、メタリカみたいな外注をしたしょぼいイベントが来る可能性も全然あると思います。あとは最新アップで変更されたこととしては、スタークの補給物資が無効化されて降ってこなくなったり、リストアドからハロウィンの装飾が全てなくなりました。これはちょっと片付けるのが早いですよね。そしてこの映画のポスターみたいなやつは何の伏線だったんでしょうか。まあこれでワンタイムでショートムービーが流れるだけとかでも困るんですけどね。ただリストアドには叫びビーコンだけが残った状態となっているため、やっぱり何かが起きそうです。さらにアプデコからバンカーの近くに行くと即死するゴミみたいなバグが発生しています。今日の大会でこれで死んだらヤバすぎます。でリロードに関するアプデは今回何もなく、新マップの追加とランクのリセットは次のシーズンでやってくるみたいです。で次はご存知の人も多いと思うんですが、昨晩エピックが次のシーズンのティザー映像を3つも公開していました。まあそれが今流れてると思うんですが、実際にあったチャプター2のトレーラーを逆再生した映像となっています。でこの映像の中では新たなバトルパススキンが公開されていて、その一覧がこんな感じ。左から8ボールのリメイクスキン、これはカスタム可能になるんじゃないかと言われています。なんとなくティア1でもらえそうです。次は女版カオスエージェントで、もしかしたらこれはレメディというスキンと合体しているかもしれなくて、真ん中がマイダスとニャッスルの合体スキンです。でその隣が女版のガフです。これは以前からエピックがコンセプトアートを公開していました。最後がティナとオーシャンの合体スキン、あるいは全然関係ないスキンと言われています。まあこれが全部ではないので、今後もいろいろ公開されるはずです。でさらにこのトレーラーではちょっと流せないんですが、洋楽が逆再生で流れています。でこの映像をさらに逆再生することでちゃんとした洋楽が流れるんですが、これが誰の曲かいまいち分かっていません。ただおそらく次の音ゲーシーズンのテーマになってくるスヌープドッグなんじゃないかと当チャンネルは予想しています。まあ他にもトラビスなんじゃないかと予想している人もいました。次は運営がスキンやアイテムに対して変更したことで詫びが来たのでまとめていくんですが、まず昨日から販売されているこの2つのスキンは当初は年齢制限がなかったんですが、実際は18禁だったということで、それが昨日のアップデートで追加され、年齢制限では使えないクレームアップやモードが出てくるため、この2つのスキンが無料返品の対象となっています。そのため最大で 3000Bbox 分の返金が受けれるわけです。さらにベノムのツラシってベノムでしか使えないんですが、もっと厳密に言うと古い方のベノムのツラシは古い方のみ、エディの方はエディしか使えないという仕様になっています。でこれが2025年の初頭にはお互いのスキンでツラシが共有できるようになるとアナウンスがありました。最後に今後かつて存在していたフードファイトが復活するかもしれないと話題になっています。